ラフィーは第二次世界大戦でのアメリカ海軍のベンソン級駆逐艦の一隻艦名はバートレット・ラフィーにちなむ。彼は1864年南北戦争での英雄的行動により水兵として勲章を授与された。ラフィーは1941年1月13日にカリフォルニア州サンフランシスコベスレヘム造船で寄港し、 1941年10月30日に、ラフィー水兵の孫娘であるエリナー・ジー・ホー・ゲッキの立ち合いを伴い浸水した。そして1942年3月31日、ウィリアム・イ・ハンク・少佐の指揮下で収益し、1942年11月13日の第三次ソロモン海戦にて沈没した。ラフィーは、アメリカ西海岸で訓練を行い、 真珠湾方面の戦場へ向かい、1942年8月28日にエファテ島到着した。ここで潜水艦紹介作業に従事した後、9月6日に第18任務艦隊に参加した。9月15日、機関である空母ワスプが撃沈された際、ラフィーは生存者を救助し、エスピリトサント島に引き返した。その後第64任務艦隊に同行し、 ニューカレドニアのヌメアに9月18日到着した。ラフィーは1942年10月11日から12日にかけてのエスペランス岬沖海戦で初めて艦隊行動に参加した。ノーマン・スコット少将の艦隊特築艦によって行われた。この作戦は日本軍のガダルカナル補給を阻止することが目的だった。10月11日に 艦隊は一本の隊列を組んで行動し、ラフィーは二隻の駆逐艦と共にその先陣を務めた。約一時間後、乗組員たちは戦場に到着し戦闘配置に着いた。交戦が始まった時、ラフィーは青葉を発見し、マーク15インチ砲を3門で射撃した。戦闘は激しい夜間砲撃戦となった。この戦いでアメリカ軍側は夜明けの時点で、 駆逐艦団艦が沈没しかけていた。しかし、日本海軍の損害はそれを上回り、古高が沈没、青葉は大破した。戦闘後の11月11日に、ラフィーは、ヌメアから、ルンガ岬に向かう輸送船団の護衛部隊と合流し、翌日に目的地に到着した。荷下ろし作業は、激しい空襲により妨害を受けた。 11月13日にラフィーはダニエル J キャラハン少々機下8隻の駆逐艦と5隻の従順洋艦の部隊の先導を務めた。夜間警戒を始めてしばらくすると、レーダー捜査員は敵との接触を報告した。日本海軍の安倍光機中将率いる戦艦2隻、巡洋艦、駆逐艦14隻の艦隊が水平線上に現れ、第三次ソロモン海戦の火蓋が切られた。 ラフィーは日本軍の艦隊に向けて、火砲や魚雷を発射した。戦闘の激しさが頂点に達した頃、戦艦比叡が暗闇の中から現れ、ラフィーは全速力で同じ地点に向かって進んだ。比叡とラフィーは20フィートの距離ですれ違った。ラフィーは魚雷を発射しながら、比叡の環境を下方で操車し、安倍高気中将を負傷させ、彼の参謀長を戦死させた。 ラフィーは、比叡と接近した後、攻撃によって破壊されなかった三門の手法を用いて、戦備側の比叡、左舷正面の戦艦霧島、左舷選手側の二隻の駆逐艦と、至近距離で対峙した。ラフィーは、比叡の50口径41式15センチメートル砲を、多数被弾した。ラフィーは、比叡への攻撃後、日本艦隊の駆逐艦の砲火をかいくぐって、 霧島へ接近した者の,の手砲弾を被弾、その後さらに発射艦不明の魚雷もしくは、ながらの砲撃が命中して沈没した。比叡は後に、ヘンダーソン飛行場及び空母エンタープライズから発進したアメリカ軍機の攻撃によって沈没した。ラフィーは、この行動により、主君部大賞を受賞した。ラフィーは、第二次大戦中の南太平洋での英雄的行動により、 主君部大賞と三つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。